ゼレノグラーツクの師匠、ゼレノグラーツクは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州にあるバルト海の海辺の都市。1945年以前は、東プロイセンに属し、ドイツ語でクランツと言った。バルト海に突き出したサンビア半島の北岸にあり、すぐ東からクルシューサスがリトアニアに向かって延々と伸びている。海水浴やスパのリゾート地として知られ、 週末には 30km 南にある州都カリーニングラードから観光客が来る。人口は2006年で12,266人ほど、2002年国勢調査で12,509人。現在のゼレノグラーツクにはかつてプルーセン人の漁村があり、バイキング時代にはプルーセン人がバルト海沿いに築いた街カウプの近くにあった。やがてドイツ期次団が、 サンビア地方を征服しドイツ人の入植が始まった。ドイツ語地名のクランツは元はクランツクーレンと言い,い、プロシア語で海岸を意味するクランタスから来ている。以後、近代まで東プロイセンの小さな漁村であった。ゼレノグラーツクの海岸と市街地1900年のクランツの海岸19世紀に入り、クランツの漁村は東プロイセンの海岸地帯における プロイセン王国切ってのリゾート地となった。特に1885年にケーニヒスベルクトを結ぶ鉄道が開通すると発展が加速した。海岸にプロムナードが設けられた1816年から1895年まではダズコニヒリーチバット王の温泉とも呼ばれていた。観光客が増える一方で漁業も相変わらず盛んであり、燻製にしたヒラメが名産であった。 第二次世界大戦開戦前、の人口は6000人を数えたが、都市法が適用される街ではなかった。独祖戦の末期の1945年には、赤軍が占領し、間もなくソビエト連邦に併合されて、ドイツ人追放が行われたが、戦争での損害は最小限であり19世紀以来のスパリゾートの街並みが残っている。1946年、 クランツからゼレノグラーツクに改名された。冷戦期には観光業は冷遇され、海辺の観光の街としての地位は、西にあるスベトロゴルスクに譲ることになった。しかしソ連崩壊後は再び観光に力を入れ、カリーニングラード市やロシア本土からも観光客を呼んでいる。カリーニングラードからのエレクトリー地下は、ゼレノグラーツクを経て、ピオネールスキーへ、さらにスベトロゴルスクへと伸びている。 ありがとうございます。